みなさんこんにちは、水木絵理子です。はい、今日は孫と一緒にいろいろ遊びたいと思いますが、以前やったですね、真珠の缶詰の第2弾やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうぞ。ですね、これが真珠の缶詰第2弾になっております。こんな風にね、今回はなんか真珠の缶詰もここですけど、ずいぶん大きいねこれね。ほらこの大きさ見て、ちっちゃいでしょ。こんな大きいの色で、なんかこれは自然のものなので、あ、色ね、色、これは出てきた色によって意味がありますよ。はい、これ前と違うね、白は知恵って書いてあるよ。じゃあ開けていきます。ビージュが成功、ピーチが変更、パープルが財運、ブラックが愛情。前と違います。はい、開けていきます。はーい、じゃじゃん。見て見て、ほらペンダント、すごいペンダントになりますね。だからゆっくりやってください。早いんです、やり方が。あ、何これ、シールみたいな。早い、ゆっくりね。早っ、開いたよ。え、早いんですけど、こっちも早いよ。ほら、出ない。ちっちゃい、ちっちゃいでしょ。大きさ比べます。こんな感じです、見てください。ほら、すごい。あ、こういったトラさんみたいな人がいます。はい、見てください、こんな大きさです。出ないでしょ。え、感じ、感じ、なんで、どういうこと。お母さん、頑張って。やだ、どれ見て、見せて。わあ、大きすぎて出てこない。助けてー。これどうやって出るんですか。でもこれ本当に出ない。入れた人が入れたって。え、本当に出ないよそれ。出た。じゃあちょっと大きさをね、はい、手でこうやってください。あ、全然違う大きさ。ほら、開けましょう。はい、開けましょう。この棒は入ってます。ちょっと間を見ていけば間があると思いますよ。あった、こういうね、ほら、ここ、ここが間ですよ。
ところから差し込んでって、こうってギッとこうね。でも反対側もやればいいじゃん、切って。待って、ちょっとこうやって差し込んで、今度反対側も、ほら、切りそう、手切ったはないし、ありえない。やばいね、あの子。ちょっと待って、いつもここに乗ってんの、この手が。よかった。ていうか、これが最初から、なんかほら、なんで最初からこんな絡んでんの。でしょ、この絡みって。絡みをさ、取るのが大変だよ。あとちょっと頑張って。これはですね、あっという間にできましたけど、こっから先が難しそうですよ。もう開けるのは2回目なんでね、全然慣れてますよね。まだ？ほら見て、できた。出た！出た！何色ですか？結晶っぽい。え、これ何色かし、あ、違う？違うね。え、ちょっと見てみましょう。はい、これです。中で当てはまるものありますか？白ではないですね。はい。ベージュ？おばあちゃんはピーチ。これです。健康の象徴。違う。これも違う。色が違う。これベージュだよ。成功。びっくり。中身はさ、ブラック。ブラックは見たら出ない。中身がさ、そっちのがちっちゃいってびっくりですよね。最初から見たら。そしてこれ見てください。この中に入れますけれど。頑張ってます。だから。この中に入れる入れ方がわかりません。どうやって入れんのこれ。え？これどう？あ、ここを開けるの？え？ちょっとこのこれの方の開け方が難しいですよ。ちょっと見てみます。ネックレスを取ってチェーンをお開きください。え、意味が分かんないです。これ開いてるってこと？パカッと。待って、これがこうなるの？だよね。こういうふうにパカッと。どういうこと？これの方がよっぽど難しいわ。どういうこと？開かない。ネックレスを取って、あ、ネックレスを取ってって書いてあるから、まずネックレスを取りましょう。はい。そして取った後でチェーンをお開きください。チェーンをやってください。チェーンを開きくださいってどういうこと？入った？ちょっと謎なんですけど、誰か来てください。これどう見てもね、開くようになってないよ。実はこっから先が超難題でしたね。まあまあってばっかりだな。お願いします。開けないんです。
りゃな。開けそうですかね。はい、取ったよね、チェーンは。取ったのにこれが入んないんですよ。意味もわからない。あ、開いた、簡単に。え、どういうこと、どうやって開いたの。ダメダメ、今これでいいの、もう、うん、え、じゃあちょっとどうやってやるか。でもこれで早い、あっという間に、あ、開けた。で、こうやっちゃえばもう閉じられるってことだからね。え？落ちちゃった。え？どこ？はーい、できました。すごい綺麗。できた？わー、びっくりした。何が来たかと思っちゃった。ここまでできましたが、こっから先がまた進めないです。あれ、なんでだ、あとちょっと、はい、でしたよ。ほら皆さん、素敵なペンダントになりました。あ、素敵じゃない、ほら見て、やってあげますよ。はい、素敵。いいんですか、うん、え、はい、できましたよ。はい、皆さんまた見てね。どうやってんじゃないですか。はい、また見てね。喧嘩するな。